マイスマゼムの戦終了しました。お疲れ様です。今回のゲストの葉月ゆめちゃんに感想を聞いてみたいと思います。はい、どうでしたか？本当にあっという間の1時間ん1時間半1時間半あ、でも 50分ぐらいから出たから、最初1時間とちょっとだね。ですよね。うんうんうん、いや本当にあっという間の1時間とちょっとで、あのすごいユーザーの皆さんと佐藤さんと小林さんとあのお話できてすごい楽しかったです。よかった。ありがとうございます。ユーザーの皆さんもね、たくさんつぶやいてくれたりとかね、はい、いっぱいボケてくれたりするから。そうですね、いろんなのが出てきましたね。はい、はい、なっちゃんどうですか？小林さん。小林です。ちょっと今の吹っ飛んじゃったな、どうしようか。今年初めてのマイスマ、今年初めての仕事がマイスマで良かったなって思いました。確かに。これからも1年よろしくお願いします。エロサンタで行くの？エロサンタで行こう。行く？エロサンタ、エロサンタいいじゃん。大人のね、魅力をね、出していこう。あとほら、ゆめちゃんが言ってた豆乳を飲むと、うん、おっぱいが大きくなるというね、はい、お話聞いたので、ちょっとね、牛乳とか豆乳ちょっと砂糖は苦手なんですけど、ちょっとやってみましょう。そう、挑戦してみたいなと思います。はい、うん、うん、美味しいです。美味しい。うん、抹茶？抹茶じゃない、青汁だっけ。はい、ね、青汁入れて飲むんだもんね。そうなんですよ。いろいろアレンジ効きそうだね。あと蜂蜜とかね。そうなんですよ。はい、蜂蜜入れるとだいぶ飲みやすくあります。そっか、じゃ早速温めるのも良さそうですね。うん、寒いから今の時期。そうなんですよ。ね、温めると美味しいです。すごい、うん、ちょっとやってみたいと思います。はい、はいはい、ということで、じゃあゆめちゃん DVD の告知しましょう。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、12月25日ですね、去年のクリスマスに、夢物語ですね、発売しました。そして今月の25日、1月25日の5時から秋葉原のソフマップのモバイル館にて、DVD の発売イベントを行いますので、皆さんよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。2枚目ですよ、記念すべき。嬉しいですよね。嬉しいですね。夢物語、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、今週のマイスマゲーゲーズームのせい、ズームのせい罰ゲームしたからもう全部吹っ飛んじゃったよ。もう一回いきますということで、今週のマイスマゼムロスのゲストは葉月ゆめちゃんでした。ありがとうございました。